こないださ、うんはい、あのちょっと銀座に用事が。座銀に用事。座銀に。前回座銀に座銀に。寿司じゃねえ。寿司寿司寿司やね。まさに。ええ何？ちょうど。あの予定があってお昼で、お腹空いたなってなって、シス？行っちゃうみたいな。シャッおっかなみたいなで、最近あの翔太の寿司にハマってるし、はい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 、なんか見てるな翔太の寿司。謎に流行ってるよ。ブームになって、なんか今ブームだよね。そうちょっと回らないの。なるほどね。うわうわ行ってみようかなと思って行ったんですよ。で一個目のお店はガラッて開けたらもう満席で、わそうで、あこの後も予定予約全部埋まってるんですよって。あそうですかって言われてで閉めて、まあ今思ったらドレスコードだったかもしれん。あーなるほどね。このジャージにジャージにグラサンのよくわかんないやつ急に来たから改めてドレスコードやんわりと。でもう一個近くにあってバーって行ったんだけど、もうね入り口に黒服が立ってんのよ。うわ、あこれもうまたドレスコードやんってなって、もうダイヤモンドで行ったの。すいませんどうですかって言ったらすごい真摯に対応してくれて、はい、あ今ちょっとさっき飽きそうなんですけど、あ今食べ終わってお話しされてるので15分くらいかかるかもしれないですって言って、でお電話番号教えてくださいって言われて、お空いたらかけますからって。でもなんか近くにベンチあったから空いたら呼んでくださいって言っても座ってると、すげえなんか黒服だけどいい人だなと思って、はいはいはい、黒服悪い人は優しいおじさんで言うねから3万円くれるね。でももう15分ぐらいもしないで5分ぐらいで入ったら、もうスケバが目の前にあるやつ、もう翔太の寿司だ。カウンターのやつ、ね、大鳥寿司、大鳥寿司、うわー翔太の寿司みたいなやつだ職人さんがみんなゴリンガリ、うわーツルッツルで、うわーこれ徹底してんのかなみたいな、もう髪の毛とか入ったらね、うんうん、そうやよ、やばいから。そうやで、お昼のおすすめみたいな、うんうん、もうね8000いくら。うわぁ、なんおすもうだってあれおすすめ握りだけでしょ。だけあのもうどんどん来るやつでしょ。いやでもこれ多分ランチだから夜もっと高いそうだね。いやここでひよったら負けだと思って、もうお昼のランチおすすめで、で最初に小鉢が来て、ホタルイカになんか和歌山のソースかかってるみたいな、めっちゃうまいよそれから、めちゃめちゃうまいみたいな。で最初になんかエビのなんかが来たの。これは昆布漬けだ、翔太の寿司みたいなやつ真っ白に透き通ってて、うわうそれ翔太の寿司で出てきたら、うん、何も乗ってないぞシャリの上に、シャリの上にってなるやつ。あいやよく見てみろ、よく見てろ、あれは透き通っているんだで、まあ、パッと食べて、もうね生臭さとかぬめりとかがなんもないの。すごいな、ねっとり、いいねっとり感、ねっとり感、ねっとりもサクッサクッサクッっていう、揚げてないのに、揚げてないのに、なんだそれは、それはすごい。その次に白身の刺身とかも出てきたのよ。あーへー、寿司だけじゃないんだ。そう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 。で、あのわさびも目の前で吸ってた。あ、はいはいはい、ほんで生のわさびをわーって吸って出してくれて、あ、これも見たやつやってなって、もうわさび全部塗っちゃったんよ。うわー、なってな、あー僕はバカだ、こんないい白身にこんなにわさびを塗ってしまってでもなんかこれなんかちゃっちゃってやるのもなんか行儀悪いかもしれないし、もう食べるしかないパクって、え全然鼻に来ない。いやそう、いいわさびは辛くない。そうなの、全然辛くない、甘い、甘みが、マジで、マジで、その白身の爽やかなところにそのわさびの甘みが、やっぱもう相乗効果できてて、これ全部乗っけていいやつだったんだ。逆にね、逆に乗っけたらうまいやつだったんだ。うわうわ、これが本物の寿司なのかって見て、で次に出てきたのがなんか赤身でなんかサーモンっぽい、あそう食べてみたら一番うまくてそれが、食べたことない味で、なにこれみたいな。で次に出てきたのがなんか中トロだったんだけど、はい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 、でこれはね正直な話なんか俺にはあまり分からなかった。分かんないやろ、うん、これは清水くんの中トロにはちょっと及ばないな感じになって翔太の寿司ネタ分からんのあのね、翔太の寿司で大勝負するときに材料集めからスタートなの、はいはいはい、職人の拘束時間半端ないのよ、うん、同じ材料で握ってくださいじゃないの、いい食材を見つけれるかどうかの勝負。なるほど、でそれで大体ね、あの目利きの人とか負ける。そう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 、あそういうシーン、マグロがめっちゃ得意な清水くん、清水くんがいるんだ。そうそうそう、知り合いなんかそういう寿司屋さんがいるのかと思って、そういうことか、漫画の中の清水くん。
で締めで小肌のうわうわいいなってもうさわもうさって爽やかで青魚の臭みもなくてこれは締めの翔太の詩でも言ってた流れよあのそう流れそう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 お任せにしたら寿司って流れなのそうわじゃあ翔太の寿司もかなり忠実に、うん、今まではもう最後にいいやつなんかマグロとかね大トロが食べてたんだけど最後にその爽やかなの食べて締めてわーすごい美味しかったなってなっててもうねなんか気遣いとかもすごいのよ、はい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 、俺が何の気なしに時計チラって見たら多すぎですかみたいなそういうお客さんの細かい所作をちょっと見ながら見ててやばちゃんとやってくれんのあのね寿司じゃないんだよ、うん、何ここ心心なの寿司は心で心なのそれだと日本の寿司は遅れてるってフランスに言われちゃうよこれも翔太の寿司これあの2の話翔太の寿司2の話2の話世界編結構ある世界編世界編が違うのよ本当に良かったんだけど今も俺の話聞いてて、うん、なんか気づきませんかいや普通にいいお寿司屋さんだなでいいお寿司屋さんで気遣いも良くて、うんうんうん、あのねちょっと曖昧じゃなかったネタの話なんかあまあ確かに赤身のよくわからないやつとかだいたい説明とか、うん、そうされるよね説明はしてくれたんよ、うん、職人すぎて、うん、声ちっちゃくて声ガラガラで何も聞こえなくてマスクしてるし相手、うん、何も聞こえなくて隣の職人さんめっちゃ元気な人で、うん、なんか老夫婦が同じセットを頼んでてあエビの昆布締めですみたいなあ、やっぱあれ昆布締めだっていいお店ってね声ちっちゃいのよマジでちっちゃかったちっちゃいんだ職人すぎて寿司食べたいわもう完全に今日でしょ、あの寿司行ったら俺とつかさずーっと翔太の寿司のネタ言ってるいやーうまいうまい柏でよ柏でのやつ柏でのやつうますぎたらね拍手しちゃう拍手しちゃうすいませんこれに注目してしまいますよね次から我慢しますってうまいこれ出るか出ないかで点数変わってくる、うん、でも翔太の寿司はねちょっとね敵役と観客と審査員がね、うん、あまりにも道徳心がない多分ね警察いない警察いないし、うん、そうなんだすぐ人のことバカにするし、うん、俺読んでてイライラしちゃう嫌なやついっぱい出て嫌なやついっぱいいるんだ船を出して材料を取らなきゃいけなくって、うんうん、でもその船細工されて、うん、船が転覆して転覆しちゃうそれを仕掛けたのが地元の寿司屋のやつそうやっぱなんでかっていうとそのチェーン店の大手のやつらに脅されそれをやるしか傘下に入れって傘下に入れってそこの寿司屋最初ねそこのチェーン店の敵役に良くしてもらってたの、うん、他の寿司屋全部嫌がらせされてんのに そこの寿司屋だけ良くしてもらってて材料とかも下ろしてもらってたの、うんうん、いいのかみたいな感じでしたある日いきなり材料の請求書だっつって、うん、法外な値段をふっかけられて払えないと言うんだったら船に仕掛けをしてくるんだみたいなやっぱでそれでもう泣く泣く翔太の父親のね船にもう良くないよ、うん、でもこれでうちはなんとかっつって帰ってきたらその人の寿司屋がぐちゃぐちゃにされてて、うん、でそのチェーン店の2号店っていう看板をかけられてて約束が違うじゃないですかって言ったら何の約束かな犯罪者とした約束なの覚えがないが うわーえっ漫画誌の中でももうそう悪人すぎる漫画だねバトル漫画とか含めた漫画誌の中で、うん、トップレベルでやばいじゃんトップレベルの邪悪なの刺さずし見たことない漫画なのに、うん、その悪役の分めっちゃ嫌いになったもんいやまあ超すげえ超嫌いあのお迎えが来るんだよ、うん、運営の、うん、で翔太が乗ったのでバーって言ったら電話がかかってきて大鳥寿司に、うん、あの翔太の働いてるじゃない、はい、あ何ですかって言ったら今からお迎えに上がりますえ今もう敵側の車でで翔太があー着いたーっつって降りてこう、うん、ドアに手をかけてたところに、はい、バーって思いっきり閉められてやばやばでも片手で逃げた将軍パーンいや小手返しにってもう頼むから上に上ってやられましたってどうしても寿司で黙らせたいんやななるほどな翔太は基本的に寿司で黙らせたいのいいなスケールがでかいな寿司どころじゃねえいくら翔太の寿司読んだよ
読むか。読みますか。めっちゃ面白いよ。面白い。塚地が行ったお寿司屋さんとかみたいな行きたくなるから。行きたくなる。わ、うん、かりました。お寿司もね魅力的なんだ。うん、いやしっかり美味しいお寿司。そう。うん、寿司の描写とかすごい面白いから、うんうん。面白かったらチャンネル登録と高評価して。